そろそろ目を覚ませ。お前は本当に怠惰な妻だったよな。え、ここはどこ？真っ暗なんだけど。やっとお目覚めか。妊婦だからって寝腐ってんじゃねえよ。そんな言い方ひどくない？あ、やばい、電源落ちそう。そりゃそうだ、俺が調節したんだからな。電源落ちる前に目覚めてよかったわ。どういうこと？お前が今どんな状況か最後に教えといてやろうと思って。あなたは何か知ってるの？もちろん、だって俺がそこに閉じ込めたんだからな。え、どこなの？教えて。そこはトランクの中。どの車のかは教えないけど。なんでトランクに閉じ込めたの？お前もお腹の赤ちゃんもいらなくなったんだよね。っていうか最初から不要だったわ。何言ってるの？狭くて息苦しい。いいねいいね、その慌てふためく姿が見たかったんだよ。何言ってるの？もう本当にスマホの電池がないわ。冗談なんでしょ？笑えないからそろそろやめて。大マジだけど、お前の命は俺の手の上。支配するって楽しいな。私をどうするつもり？お前のことは行方不明ってことで処理させてもらうから安心しろ。え、やばい、破水したから早く助けて。ああ、今空港だから無理。なんで？これから新しい彼女とフライトなんだよね。浮気なんてしてたの？そうだよ、俺はまだ自由でいたい。もうすぐ父親になる人がこんなことするなんて許さないわよ。そろそろ結婚もいいかなと思ってノリで籍入れたけど、やっぱ無理だったわ。本当に私を見捨てるっていうの？お腹に赤ちゃんもいるのに。むしろそれな、この前親戚のガキ見たんだけど、うるさいのなんのってマジで無理。あなた喜んでくれてたじゃない。ああ、それは何ヶ月も前の話だろ。そもそも本当に俺の子を一発で妊娠するなんておかしくない？ひどすぎる。ま、最後のお前が絶望を感じて朽ちていく姿が見れて満足したわ。お願い、赤ちゃんだけでも助けて。無理ってもんだな。俺の幸せのために安らかに眠ってくれ。警察に連絡してやる。やれるもんならやってみろよ。そこがどこかも知らないくせに。どうやって助けに来てもらうつもり？それはちょっと待って、電池が 1% しかない。お前のスマホ解約するから通報も無駄だぞ。電池落ちるようにいっぱいスタンプ押しとこ。ちょっとやめて、本当に電源が落ちちゃう。私の名前は渚、夫の智明とは1年前に出会いました。優しくて素敵な人で、私はあっという間に恋に落ち、めでたく妊娠、結婚することになったのです。家族の顔合わせはもちろん、結婚式もやりたいと思いましたが、妊娠中の私が心配だと智明が言うので、顔合わせも結婚式もなし。それでも私は幸せでした。だって智明は私を心配しているからこそそう判断したのですから。そう思っていたのに、そんな彼がまさかあんなことをするなんて。なんでこんなことになってしまったのでしょうか。私は薄れゆく意識の中で助けを求めました。もし生き延びることができたら、あの男を許さない、そう誓いながら。3日後。今どこ？まだ帰ってこないの？ちょうど空港だけど。っていうか渚、どうしてお前から LINE が来るんだ？スマホは解約したはずなのに。契約し直したの。マジかよ、あの状況でどうやって生き残ったんだ？そんなことより赤ちゃんが。ああ、お前だけ生き残ったの？うわー、母親失格じゃん。そうかもね。あの後私はトランクの中で出産してしまった。あの子はそのまま冷たくなっていったの。なんだよ、お涙ちょうだいってか。言っとくけど俺は何も知らない、証拠だって残してないからな。そんなんじゃないの。でもあの子には心残りがあったみたいでね。おいおい、赤ん坊に感情なんてあるのかよ。赤ん坊じゃない、光って呼んであげて。ああ、そういう名前なんだ。てかもうこの世にいないのに名前で呼ぶことに意味ある？あるに決まってる。光には感情であってある。今だってあなたにどうしても会ってみたいって聞かなくてね。え、マジで頭大丈夫？
もちろん。なになに、じゃあの世に行った赤ん坊の声が聞こえるってこと？そうよ、私とあの子は一心同体だったんだから。今も感じるのよ。ほら、あなたのすぐ後ろに。え？あの子どうしても成仏できないみたいなの。ちょっと待て、お前ふざけてるだろ。白い服を着たお前が立ってるだけじゃないか。私は今病院だけど、あの子を産んでまだ3日よ。出歩けるわけないでしょ。じゃ、この女は。さっきから言ってるじゃない、未練が残って仕方ない。光よ、嘘つくなって。だいたいなんでお前の姿でここに現れるんだよ。それは光が乗り移った化身なの。そんな話信じない。光はあなたが私をトランクに閉じ込めたせいで、生まれた後も処置をしてもらえず天国に行ったのよ。だとしても、父親であるあなたに一目会いたかったのね。でも赤ちゃんの体じゃ歩けないから、私の霊体を借りたんだと思うわ。本当に？私は病院にいるって言ったでしょ。嘘なんてつける？マジかよ、怖いんだけど。どうして？あなたの赤ちゃんなのよ。うるせえ、やばいって、なんか近づいてくる。やっぱり一目会うだけじゃ許せなかったのかしら。え、一人で寂しいからあの世への道連れにしたいんじゃない？やだ、俺はまだ知りたくない。あなたがそれを言う？その手で私たちをあの世に送ろうとしたくせ。俺はどうしたらいい？そうね、一刻も早くあのトランクを開けてあの子の魂を成仏させてあげることね。わかったよ、だから助けてくれ。1時間後。着いたぞ。さ、トランクを開けて。なんか匂う、ここで光は。そうよ、そこであの子は苦しみながら旅立ったの。怖い、呪われる。早くしないと追いつかれちゃうわよ。本当だ、俺の後ろにいる。助けてくれよ。早くトランクを開けて。わかったよ。光はそこで生まれてね、血まみれで小さくて、私にできることは寒くないようにタオルで優しく包んであげることだった。助けて、許して。本当に血まみれのタオルがある？それはあの子の血ね。父親にこんな仕打ちをされてどんなに悲しかったことか。こんなことになるなんて思わなかったんだよ。それにすごい不臭だ。あの子の匂いが3日経っても残ってるのよ。やばい、周りに人が集まり始めた。この匂いのせいだ。あの子が呼んでるのよ。あ、何のために？だってお披露目もされなかったんだもの。そんな、どうすりゃいいんだ？簡単よ、それを光だと思って抱きしめてあげるの。あんたが光を殺したのよ。早く供養してあげなきゃ本当に呪われるわ。あの霊体に触れられたらあの世行きなんだからね。そうなのか。うわ、来てる、あの幽霊がだんだん近づいてきてる。助けてくれよ。早く光を抱きしめて、集まってくれたご近所さんに紹介して。これを、だってタオルだぞ。これじゃない、光の魂がこもってるの。幽霊が小走りになって迫ってくる。早く、これ以上あの子を悲しませないで。分かったよ、やるからあの幽霊を止めてくれ。それはあなた次第ね。紹介した、これでいいんだろ。もう許してくれよ。どうだったの？みんなドン引きだ。しかも俺が紹介してる時に後ろであの幽霊が、あんたがあの子を見殺しにしたのって叫んで。へー、それだけじゃない、警察に電話してる人もいたんだ。俺はどうなる？もうその家には帰ってこれないかもね。見納めに家に入ったら警察も来ちゃうかもよ。そうだった、やばい。心の準備はもういい？いや無理、家に入ったけどあの幽霊が窓に張り付いてる。その子も入れてあげたらいいのに。あなたの腕の中にいるこの魂が宿った幽霊なんだから。無理だって、謝るからさ、もう勘弁してくれよ。は？許せると思う？あの子は人生を奪われたの。じゃあどうしたらいいんだ？悪いことしたら
どうすればいいかわかるでしょ。謝る。違う。あんたの場合はそれじゃ許されない。警察に出頭するの。だってあんたは人殺しなんだから。そんなの嫌だ。俺は捕まりたくない。このままじゃあの子は成仏できない。あなたは一生家から出られない。それでいいの？でも逮捕されるってことだろ。そうよ。自分からパトカーに乗るの。そうしたら許されるかもしれない。さもないと。ああ、あの幽霊が窓をめちゃくちゃ叩いてる。腹ぶってるわね。触られたら命もなくなるけど、逆に捕まれば命の保証はしてもらえるかもね。わかった、乗るから。許してくれるか。よし、満足した。え、あのさ、赤ちゃんが大人の姿で現れるとかあるわけないじゃん。え、もしかして全部デタラメだったってこと？逆によく信じてくれたよね。だって確かに赤ちゃんのままじゃ歩けないから。その設定信じてくれたんだ、さすがバカ。それにあの幽霊俺のこと知ってるみたいだったし。なんでだと思う？今だって窓の外にはまだあの幽霊が、ってあれ、なんかピースサインしてる。私には双子の妹がいるって話したよね。そういえば前にそんな話聞いたような。まさか。そう、あの幽霊の正体は双子の妹の楓よ。嘘だろ。顔合わせも結婚式もしてなかったものね。楓の存在なんて頭になかったでしょう。そりゃそうだろ、あんなこと普通するか。普通の人は妊婦をトランクに詰めたりしませんけど。それは、あの日は前日の夜からお腹が張ってたの。だから楓に病院に連れて行ってもらう約束をしてたのよ。そうだったのか。俺には何も話してくれなかったじゃないか。は？あんたはしょっちゅうどこかに出かけてたじゃない。頼む気にすらならなかった。あ、はい。約束の時間に迎えに来た楓が私たちがいないことに気づいて探してくれたの。楓ちゃんって名探偵？あんたがバカすぎるだけよ。まさか自宅に止めてるあの車のトランクだとは思わなかったし、大声出して見つけてもらえた。え？っていうか、あんなところで本当に私たちが生き絶えていたら真っ先に疑われるのはあんたじゃない。行方不明にするつもりだったのに一瞬で見つけられてるし。あ、そっか。あんたがバカだったおかげで救急車を早く呼べたし、光も無事に呼ばれた。は？あ、安心して、光なら今横で寝てるから。じゃあこの臭い血の塊はなんだ？それは腐らせた肉の血よ。お前悪質で最悪だな。あんたにだけは言われたくない。ちょっと待て、パトカーのサイレンが聞こえる。でも俺は人殺しじゃないってことだよな。結果的にでしょ。でも明確な悪意があったんだから逮捕されるに決まってるじゃない。殺人未遂って言葉知らないの？なんでだよ。お前ら生きてるのに逮捕なんて嫌だ。よーく考えてみて。あんたみたいな男は牢屋の中の方が安全かもよ。意味がわかんない。どうせこれまでもたくさん女性を騙してきたんでしょ。誰の恨みも買ってないって言える？お前なんか知ってるのか。あんたがこの3日間愛を確かめ合った相手だけど。ああ、エリカちゃんに何をした？知りたい？当たり前だろ、早く言え。あんたが帰ってくる便はパソコンの履歴ですぐ分かったの。だから愛しのエリカちゃんがあんたと別れた瞬間に楓に突撃してもらったのよ。またあのツインズか。まだドアの前に張り付いてピースサインしてやがる。楓は昔からいたずら好きだからね。エリカちゃんも楓の登場に驚いてたけど。なんてことを。それよりもあんたが既婚者であることにびっくりしてたわ。独身だって嘘ついてたんだね。だったらなんだよ。私たちを始末して独身のふりしたまま再婚するつもりだったわけ？だってお前よりエリカちゃんの方が若くて可愛かったんだもん。あんた自分がまだ一応既婚者だってこと理解してる？してるけど。それにその可愛いエリカちゃんだけど激おこだったわよ。包丁持って現れちゃうかもね。ちょっと待って、お前がそんな話するからエリカちゃんから電話が。出てあげたら、もう二度と会えないだろうから命の保証はないけど。そんなのやだ、知りたくないね。あんたみたいなクズは外に出てきたら危険がいっぱい。
やだ、パトカーに乗るから守ってくれ。後日だ。トマーキは殺人未遂の罪で逮捕されました。自分勝手な動機で妊婦である私をトランクに閉じ込めた行為は悪質であると判断され、10年間服役することが決まりました。エリカはトマーキに騙されたとして多額の慰謝料を請求、そのお金は全て私に送ると手紙が来ましたが、何も知らなかった彼女もまた被害者です。そのためお金の受け取りは拒否しました。当然ながら私もトマーキに慰謝料と養育費をしっかり請求済みです。トマーキは出所後に待ち受ける多額の支払いに今から怯えているみたい。私は光と新生活をスタートさせました。時々楓も遊びに来てくれます。父親がいなくても寂しくないくらいの愛をこの子に注ぎたいと思っています。